はい、こんにちは。今日は外に出て3メアの75ミリを試してみようと思います。これですね、まあ、外なので今日はアルファ 7C ですね。あんまり歩きながら喋ることもないのでささっと撮って帰ろうと思ってます。まあ、今回は外で撮るのであんまり比較っていうのはやるつもりないんですけど、一応この75ミリですね、75ミリとこちらのシグマの90ミリですね、もう一応ポケットに入れて持ってきました。ちょっと比べたいところなんかもあったので、まあ、一応持ってきたという感じですね。あ、桜も上かな、咲いてるところなんかも出てきましたね。まあそんな感じでちゃちゃっとやって買い物を済ませて帰ろうかなと思います。このアルファ 7C とのサミアンのタイミングシリーズですかね、軽いのはいいですね。はい、そんな感じでやっていきましょう。はい、では戻ってきたので見てみましょう。はい、ではまずは比較できるような画像をいくつか撮ってきたのでそれを見ていこうと思います。まずはこの鉄塔ですね。まあちょっとアングルも変わっちゃってて絞りも変わっちゃってるのが微妙ではあるんですけど、まあ、同じようなものを撮ってみたというところですね。で、この画面左側、こっちですね。画面左側がサムヤンです。画面右側がシグマですね。サムヤンは 4.5 ですね。シグマは 5.6 で撮ってます。このように拡大しても両方とも遜色なく映ってるんですよね。まあ十分な解像力なんじゃないのかなとは思いますね。まあシグマもサムヤンもしっかり映ってますね。若干サムヤンの方がアンダー気味な印象はありますね。少し多分持ち上げてあげればもっと多分見えてくるんじゃないかなと思います。試しにシャドウかな、こんな感じでやっぱり見えてきましたね。若干ですけどシグマの方がシャープな感じはしますね。ただ 5.6 まで絞っているんで、まあ、こっちの方がシャープに映っても不思議ではないかなという感じですね。はい、続いてこんな感じですね。こちら画面左がサムヤン F1.8 ですね。で、画面右がシグマの F2.8 です。両方開放で撮ってますね。見たかったのは色修正ですね。パープルフリンジ出てるかなと思って撮ってみた感じです。開放に関しては両方ともしっかり抑えられてる印象はありますよね。若干ですけどサムヤンの方が抑えられてるのかな。ただ若干グリーンっぽくも見える感じはしますね。逆にシグマの方はパープルフリンジっぽくなってるのかなという。もうちょっと拡大してみましょう。こんな感じですね。ちょっとやっぱり緑の色がついてますね。シグマは若干紫のやっぱパープルフリンジっぽいものはついてますね。ただまあこれだけ抑えられてるのでまあ文句言うようなレベルではないかなという感じの印象ですね。はい、続いてこういう感じですね。
これは少しボケの感じを見たくて比べるために撮ったような感じですね。サムネはやっぱりボケの輪郭出てますね。角度の問題もあったと思うんですけど、いくつか撮っててもサムヤの方がこのように輪郭出てくる時は多いですね。シングマの方がやっぱボケは綺麗かなっていう印象はしますね。ただ後継色は出ますね。やはりこんな感じですね。こんな感じですね。ピント面は両方ともしっかり描写されてますね。そしてこれ比較はないんですけど、これも色修正を見るために撮ったものなんですけど、やっぱ若干緑系なんですね。こう偽色出るのがこういうところですね。これも色修正見るために撮ったものなんですけど、やはり色修正はサムヤの方がしっかり抑えられてますね。あと全体的にサムヤの方が少し色が黄色い感じの印象ですね。シグマの方が若干赤っぽく映るのかなっていう感じのイメージですね。これボケの感じを見たくて撮ったものですね。両方ともやっぱボケは綺麗ですね。ただやっぱりサムヤンはたまにこういうボケ玉が発生してますね。その点シグマの方がやはり全体的に綺麗ですね。こういうところやっぱ出てますね。次はですね、最短距離を見たくて撮った1枚ですね。今度は左側、画面左側にシグマを置いています。で画面右側がサムヤンですね。大きさこんな感じの違いになります。で両方 F2.8 にしていますね。こんな感じです。これ何をやろうかと思ったかというと、この後見せるんですが APS-C モードですね、 1.5 倍クロップを使うとサムヤンの方は 175mm の 1.5 倍なので 112.5mm 相当の画角になるので、その時にどうなるかというのを見たくて撮ったものがこちらですね。この右側、これがAPS-C クロップされたサムヤンですね。まあ、こんな感じの違いになります。やはり 2.8 に絞って APS-C クロップにしているのでボケは薄まってますね。まあ、描写はしっかりされてるんですけど、ボケ感ふんわりした感じっていうのはやっぱり出なくなってますね。で続いて今度は開放を見てみましょう。画面左側がシグマですね。で画面右側がサムヤンになってます。これが開放同士ですね。続いてこれが右側が APS-C クロップされたサムヤンですね。こんな感じですね。これ最短ですね。まあ、やっぱり APS-C クロップしてもシグマの方がよれてる印象はありますね。やっぱり描写も柔らかく見えるかなっていう感じはしますね。はい、次からは比較ではなくて、これはまあ該当する方少ないと思うんですけど、 α7C で電子シャッターを使ってない状態で撮ったものなんですけど、α7C の場合だとシャッター速度が4000分の1秒っていうのが、まあ、一番速い速度になってるんで、
どうしても露出がオーバー気味になってしまう感じなんですね。まあ、ギリギリ開放でも撮れてるんですけど、シャッター速度のところは点滅してたりしましたね。この辺なんかも若干飛び気味になってるんで、修正できなくもないレベルですけど、やはり空を映したりとか逆光気味のところを映そうとすると4000分の1秒マックスまでいってしまうという感じですね。この辺なんかも普通に道路を通っただけなんですけど、4000分の1秒まで上がってますね。この後撮ってきた画像をいくつか垂れ流します。その後ですね、まあ軽くその動画の感じも見ようと思って、まあ、本当に短い動画撮影ですけど動画も撮ってあるので、それも垂れ流したいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。初めてこのサムヤンの 75mm ですね、この 75mm を外で持ち出して、まあ軽くですけどこのシグマの 90mm ですねと比較してみた感じなんですが、まあ、ぶっちゃけて言うと最初これ購入して、まあ、いくつか比較の動画作る時に結構開放からしっかり映るのでシグマの 90mm から入れ替えちゃおうかなって思ってたんですよね。まあ、何回かお話ししている通りマクロプラナーが 100mm であるので、まあ、やっぱり 75mm の方がいいかななんて思っていたんですけど、今回初めて外に持ち出してこうシグマと比べてみた感じ、やっぱりシグマを残そうかなっていう気持ちで今は考えてますね。写り云々っていうのはそんなにこう不満はないんですけど、 AF の精度ですとか AF の速度ですとかそういう部分はやっぱりシグマの方がいいかなっていう感じはするんですよね。まあなかなかこの2本比べるの本当に難しいなと思ってて、まあ、今のところシグマを残そうかなっていう気持ちを持ちつつ、どうしようかなっていうところですね。結構この軽さはこの軽さで捨てがたいんだよな。まあ、開放もまあ割としっかり映るんですよね。で画像を見ても分かる通り色修正なんかもしっかり抑えられてるので割と使いやすいは使いやすいんですよね。どうしようかな、結構悩ましい選択肢になっちゃいましたね。まあ、一通り今回このサムヤの 75mm とシグマの 90mm 比較してみて、まあ、個人的にはやはり最後までちょっと甲乙つけがたいなという感じでしたね。はい、今回はそんな感じで終わりです。ありがとうございます。